空の秘密ぼっち、ヘライジャー。本日はなんかマジで怒ってます。最初は大阪万博の話なのですが、共同通信のアンケートで万博は不要だと答えた人が 68% もいて、岸田内閣不支持率の 56% 超えてて、話題になっている最中パビリオン完成が遅れ、追加の税金が投入されるもなか、当初建設予定のなかった象徴的木造リングに350億円をつぎ込むことになっちゃったりしちゃって、国民総派って感じなんだけど、庶民を怒らせる天才と名高い経団連会長が11月6日、あの大阪万博350億円リングぜひやりたいと発言。ただでさえ当初のほぼ2倍の建設費で最大2350億円に膨らんだ大阪万博に国民は怒り浸透しているというのに、さすが怒らせのプロ。そんな会長は度重なる増額に、その頃はデフレの真っただ中でありますから、こんなにインフレ人手不足が起こることは頭になかったと思います、申し訳ありませんがやむを得ないものだと思っています。やむを得ないならクラファンでやってくれ。そう、しかもこのリング世界最大級の木造建築物とか言っちゃったりする代物、誰も興味ないし、結局木造建築の土建屋さんとズブズブなんじゃねって思うよね。でね、ちょっとまともっぽい明石市電市長が7日 X でこのヘンデコリングの建設に対し、世界最大級の無駄遣い特言、いやそれを言うなら脈々だわさ。電市長は350億円もかけてリングを作りたいのなら経団連でその全額を負担していただきたい、万博閉会後にすぐ解体するだけのものに350億円も注ぎ込むなんて世界最大級の無駄遣いだ、世界最大級の愚かな政治でもあるリングの建設は今すぐやめるべきだと訴えた。もっとマジそれ、国民のほとんどがそう思ってても全くもって意見が届かない民主政治というか自民党維新のゴミ政治、ふとふと疲れました。もちろん明石市の前市長の X には多くの賛同が寄せられた。経団連の人は金のなる木があると思っているのでしょうか。思ってる。リング見たさに万博行かねえだろ。そう、空からしか見えん。そう、リングだけにすっかすか、まさに中抜き。まあすでに建設は始まっちゃってて、2025年に完成よって閉幕後には解体して木材を売却するそうな。そう、国民に負担をかけるよりクラファンにせよって意見も多い。なぜならさ、国立科学博物館がクラファンで約9億円集めたりして話題になってるのよね。これぞまさに評価経済だけど、全く評価されない万博にお金が集まるはずがない、だからこそ税金なわけですよ。マジクソじゃねって本当に怒りが収まらない中、今度は熊駆除のニュースなんだけど、これもめっじゃあ私怒ってて、最近やたらと熊の被害が多いですよね。東北の各県に対し駆除に抗議する電話やメールが先月頃から続いてて、1日数件はなぜ殺す保護しやろってそういった電話が入るんだけど、しかも何度も同じ人がめっちゃ長電話のクレーム。これってね、はっきり言うとどんな自治体も絶対抱えてるめっちゃバカで暇な社会不適合者たちの相手で手間取られてるだけなんですよね。いるんですよ、どこにも。それをニュースにして話題作りしてるだけ。これがこの国の一番の話題になってるわけよ。大丈夫この国。それを報道したところで何の意味もない。クレームはなんか5分以上話をしないみたいな、毅然とした対策を取るのみよ。業務妨害で即通報。でも、そうならないのがお役所なのよ。本当にお勤めご苦労様です。ただ、これも職員に無駄な時間を使っている税金の無駄遣い。理屈の通らない弱者ばっかりに気を使うために使われるものじゃないよ。腹立つわ。で、こんなニュースに、これ見て、ヤフコメ。1万コメントもされてて、ヤフコメの11万いいねの意見。これがガチでクソな意見なので、長いから予約するよ。殺すな、と言われたら。では、そちらに生きたまま送りますので、住所と氏名、飼育許可証、運搬料の振り込みをお願いします。とか？麻酔銃を用いて捕獲したクマを順次送付させていただきます。などと、つら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 。こんなヘリクツ言うやつがいるから、長電話が続くのよ。こんなのクレーマーと全く同じ、同じ土俵の同じおけら。言っておくじゃん、お前みたいな暇人な連中にお役所さんは苦労してるんだ。クマ人間殺す危険だから駆除さよならでいいのよ。ああ、もうどこまでみんな頭が悪いのだ。法律持ち出して頭いいとか思ってんのか。そんなのグーの極み。こんなコメントに11万いいねはないわ。書いてるやつの性質を見抜け。あー腹立つ。そんな感じで今日はがっかりしました。まあ私はシンプルにね、思ったことを拡散して次の選挙で何か変わればいいなって思ってます。変わってほしいなってこと。